今回は日本一に輝いた選手たちに冬に取り組んでいた練習について聞いたよ。まずは小川泰弘投手。シャドーピッチングは家の中でもできるんで、タオルを持ってシャドーピッチングするっていうのはいい練習かなと思います。そのシャドーピッチングで意識していることは？バランスですかね。しっかり立って、前に移動して振るっていうバランスが大事だと思います。続いて高橋奎二投手は走ることでスタミナを強化。初めはジョグで、20分30分ゆっくり走って、僕の地元は坂多くて坂ダッシュであったり、階段も200段ぐらいある階段あったんで、そこに行ったりと、そういうことばっかりやってました。青木選手が取り組んでいた冬の練習メニューとは？野球だけではなくて、サッカーやったりだとか、いろんなスポーツやることすごく大切なことだと思うんで、いろんな感覚も養われると思いますし、野球だけに特化するんではなくて、いろんなスポーツすることも野球の上達につながることだというふうに思っています。最後は塩見泰隆選手。小学校の頃はもう冬場は野球してないで、なんかずっと 走らされてましたね。近くのなんか大きい公園行ってずっとなんか外周みたいなの走らされて。早く走るポイントを聞いてみると、僕走るっていうより飛ぶイメージのが強いんで、地面に設置してる時間、設置してない時間が長い方が早く走れるのかなとか。